はい、おはようございます。本当はね、昨日の夜、これブルザイマッチの練習動画撮ろうかと思ったんですけど、もうなんか筋肉痛というか、まあ今も痛いんですけどね、ちょっとだけ雪かきやっただけでこの有様ですよ。もう疲れちゃって昨日寝ちゃいました。さあ、ブルザイマッチ、というのをこの間行ったんですけどね、ブルザイこのターゲットをね、普通の黒でも白でもどっちでもいいんですけど、5発ずつ、5発これ2分間で5発打って、それを10回やりまして、私何点になるでしょうという単純な、マッチであります。で、ちょっと難しくしてるのはですね、このいわゆる10点圏内の X 圏を抜いたところ、これ9点にしてるんですね。要するに10点圏内9点、X 圏内10点という感じでしょうか。で、あとは一緒でやってるんですけどね。これね、9点作ることによって非常に点数に幅が出てね、いろいろ面白くなってるんですね。で、あと、球の後もね、ちょっと小さめになるように、このポリカバンに直に貼って設置しております。そんな感じで、これの方がね、くっきり出るんでね、いいんですよね。じゃあ早速行ってみましょうか。もしよかったらね、自宅でブルザイマッチ打てる方、この動画に合わせて一緒にね、このブルザイ50発になりますね、打ってみていただけたらなと思ったりもしております。さて、それでは早速行ってみましょう。いやー、どのぐらいサイト見えるかな。はい、じゃあ2分間で5発ですね。ブルザイ第1ターゲットいきます。スタンバイして、まあサイティング練習まずしてみましょうか。最初よいしょ、ちょっと後ろね、ラウンドアバウトの的が大きっぱになってるんですけど、わー、鉄砲冷てえな。はい、じゃあ行きましょうか。スタンバイしてお待ちください。はい、じゃあブルザイ第1ターゲットいきます。スタンバイレディー5。とりあえず5発終わりましたので、セーフティーを上げて15カバーをします。ホワイトボード、ちょっと忘れた。よいしょ。第1ターゲット、わ、ギリギリ触れてますね。こんな感じでした。
これね10点3つのこれ8点8点なんで46点となりますね。では次で第2ターゲットいきましょうか。じゃあスタンバイ姿勢でお待ちくださいね。はい、では第2ターゲットに行きたいと思います。ブルーズアイマッチ第2ターゲットスタンバイレディーゴー。で、背筋を向いて重厚化をします。さあ、持ち替えちゃおうか。で、前回のトップは44が。回収行きましょう。商談が変わってたかな。ここはなんとか粘ってる感じですが、第2ターゲット、おー頑張った。これは入ってるな。4つこんな感じですね。ですんでこれ4つ10点なんで48点ってことになりますね。一斉でお待ちくださいね。いきましょう。ブルーズアイマッチ第3ターゲットになりますね。はい、スタンバイレディーゴー。
あんまり良くないな。でも粘ってますよ。これなんとかでも8も入ってるな。危ね。はい、第3ターゲットこんな感じでした。ちょっと暴れてしまいましたね。もうちょっとね、10点に収まっていくかなと思ったんですけど、甘くなかったですね。2、4、5、6、44点かな、9点が2つの8点2つ、2、4、5、6、44点ですね。進んでいきますからね。3分か。はい、同時効果をお待ちしますね。では3枚制でお待ちください。はい、ではブルーズアイマッチ第4ターゲットいきます。はい、スタンバイレディー5。豪快に打ってしまった。はい、5月終わりました。さあ、ターゲットの回収いってみます。うん、そうだね。なんか、手に集まってましたね。いやー、しかし指冷たいな。こんな感じです。47点でしたね。うん、悪くない。10点が多いのがいいですね、今日は。47。85点ですね。テープ大丈夫ね。
はい、では続けて第5ターゲットですね。これで半分ということになりますね。はい、では重効果を外してスタンバイ姿勢でお待ちくださいね。はい、ではブルーザイマッチ第5ターゲットいきたいと思います。スタンバイ、レディー、ゴー。残ってましたね。全部取れちゃった。あー、一個微妙だな。あー、一個入ってないな。これ惜しくも貼ってんですね、このやつ。一番左ね、数字は見える。ということで、2、3、4、46点ですね。第5ターゲット、46。2枚ついてましたよ。第4ターゲット185ですよね。終わってね、285って書いてあったかな。気に100点上がっちゃいますね。で第5ターゲット46だったんで231ということになりますね。231点。うん、悪くない。半分終わって231、460点ペースが来てますね。さあ、後半戦いってみましょう。第6ターゲットね。ここまで皆さん何点でしょうか、一緒に言ってる間。私はここまで231点でした。さあ、では重効カバーとして、スタンバイ姿勢でお待ちください。はい、では、ブルーザイ、第6ターゲットいきましょう。スタンバイ、レディー、ゴー。
よいしょ。はい、5月終わりました。さあ、ターゲットの回収いってきます。下打っちゃったかと思ったら3つ10点に入っておりました。ということで48点ですね。これも入ってるな。これはいい。48。第6ターゲット終わって48ということは279点ってことになりますね。さあどんどんいきましょう。では続いて第7ターゲットということになりますね。皆さん今のところまでどうでしょうか。はい、ではブルーズアイマッチ第7ターゲットいきましょう。スタンバイ姿勢でお待ちくださいね。はい、じゃあいきまーす。ブルーズアイマッチ第7ターゲットスタンバイレディー5。ないですね。30秒前です。はい、終わりました。さあ5点はいかないと思うんだけど。ああ、いってたよ。初段いっちゃったな。初段ちょっとね、自分の居住力を過信しすぎてしまいましたね。ちょうど行っちゃったところで引いちゃったな。まあしょうがない。はい、こんな感じでした。5点、8点、9点なんで5、6、7、8、42点か。1、2、3、そうですね、42点。これ5点があるとね、一気にこうなっちゃうんですね。3、2、1か。321点ですね、ここまでね。時間ギリギリな。まあ大丈夫ですね。さあ、では今度第8ターゲットですね。引きずらないでいきたいところですが、で上がり3つ、いよいよ後半戦ですよ、これね。自分はここで320点です。さあ、では行きましょう。ブルーズアイマッチ第8ターゲット。スタンバイしててもしゃないね。7分ちょうど。よし、じゃあ行きましょう。はい、スタンバイ。レディー、5。
イナスかけるマイナスで10点に入った感じ。このターンはうまくいったような気がしますが、はい、セーフティーファイで自分効果を押しターゲットの回収に使われます。おお、これはいい。時間ですよ。これはいいですよ。いったが50じゃーん、50点出ましたね。入ってますよね、これね。入ってるな。はい、50点です。これはいい。あれ、時間か、そろそろ。あと15秒。ということで、第8ターゲット終わって、371点となりました。さあ、残すポイント2つですね。はい、ではブルザイマッチ、いよいよ。終盤残すところあと10発ということになりますね。はい、ではスタンバイ姿勢でお待ちくださいね。よいしょ。はい、ではブルーズライマッチ第9ターゲットいきましょう。スタンバイレディー5なってますね。これは果たしてプレッシャーなのか。うわあ、疲れなのか。疲れかな。さっき50点出したことによる満身感が出ております。いやでもそれなりに粘ってると思うんですが。おお、あぶねえ。お、あー、ついに来たか、右下。はい、こんな感じでした。右下で飛び出すとよくないんだよな。これひこれは9点ですね、こっちね。ですんで、1、2、なんとかろうじて8点には残ってました。46点ですね。第9ターゲット46。ということで、ここまで417ということになりますね。46と。まあ、前回の優勝、島屋さんという方だったんですけど、447だったんですね。やっぱ試合になるとね、ちょっと落ちますね。
で、先週も確か463だったと思うんだよな。同点だったと思ったんで。さあ、あんまり点数は考えずに。とはいつ、果たして先週の記録を抜けるでしょうか。いよいよ最終ターゲットということになりますね。じゃあ皆さん、重厚カバーズして、サイキング練習は排除して、飛ばしちゃってるんですよね、動画の時ね。いつもは入れてるんですけどね。そこら辺はご自分のペースでやってください。動画止めたりしながらねやっていただけたらと思って。それもなかなか難しいのかな。では、スタンバイ姿勢でお待ちください。はい、ではブルーズアイ第10ターゲット、いわゆる最終ターゲットですね。じゃあいきましょう。スタンバイレディー5。できる仕方だったな今。いやー、なんか入っちゃってますが、あんまり良くないですね。でも点数は今すげえいいですよ。はい、ということでね、お疲れ様でした。最後のやつ、こんな感じ、悪くないですね、点数ね。48でした。2発9点。じゃあ、さあ、ということで皆さんお疲れ様でした。一番最後48点だから465点ということになりましたね。これなかなか抜けないんじゃないかな。もしこれ抜いた方いたらかなりの強者。はい、こんな感じでしたね。最後48点で465点。はい、第1ターゲット、第2ターゲット、第3ターゲット、第4ターゲット、第5ターゲット、第6ターゲット、ここら辺がね、まあ悪くなかったですね。でこれね、これもったいなかったな、この5点。第8、そして第8で取り返すと。で第9ターゲット、第10ターゲット、無難にまとめて最終的には465点ということになりました。こんな感じでね、ブルーズアイを10回打つという5発をね、50発打つだけなんですけど、意外とこれがね、先週の土曜日やったんですけどね、またね、マッチとしてやってもね、意外と面白いというね。先週のね、土曜日はね、これね、どんぐらいからだろう、もう最初ぐらいからもうデッドヒートがね、最初マギさんが飛び出したのか、中盤からはもう常に1点差で誰かが首位争いみたいな感じでね、入れ替わりで結構面白かったですね。また2月に、やりたいと思っております。まあ、やる予定なんですが、まあ、練習はね週に1回こんな感じでちょっとやっていきたいと思っております。
ということで、ご一緒なされた方、お疲れ様でした。同時に、本日最後までご視聴いただきありがとうございました。